孫悟は関羽に対し武威を示すも慶州の奪還には至らなかった。呂宿は事前の手として関羽と講和、両者の緊張状態を回避する。孫権の後、劉備の職、両者の命は危ういながらもその形を保った。その翌年、曹操の魏が漢中の長老を討ち、その一帯を制する。破食から漢中を望む劉備にとって、そこに翻る葬儀の旗は脅威。劉備はこの状況を打開すべく孫権のもとへ使者を派遣。慶州の一部の返還を条件に曹操の背後をつくよう要請してきた。したたかなる劉備、しかしそれを利することで得るものもある。曹操が漢中に目を向ける今こそ、魏との戦線を押し上げる好機。孫権は出兵を決意。関寧、梁等、呂宿らと共に揚州を進む。高き孫悟の方向が合肥の大地を震わせる。鈴の観念、出番みてえだな。殿、いいんですか。劉備とは命があるとはいえ、この合肥攻めは。ああ、奴らの方便だな。大方漢中を取りたいと言ったところだろう。だが構わん。劉備を入れての天下二分の計。こうして曹操を揺さぶるのがあるべき形だ。なるほど、持ちつ持たれつってわけですか。まあ、こちらが利用するより先に利用されるのは少々悔しいがな。そこは貸しってことですかね。細かい話は関係ねえ。喧嘩ってんなら腹据えて突っ込むだけだぜ。あんたな、少しは考えるってことをしろっつうの。いや、関寧の言うことにも一理ある。敵の首相はあの長領。この戦、覚悟と先進なくしては望めん。うん、我ら孫悟の部、全力を持って当たらねばならんな。大使寺たちが部を示すなら、知略は私と呂宿に任せてもらおう。おう、周瑜だ。お体はもう良くなられたのか。ああ、心配をかけた。敵の陣容や知性など周瑜殿と俺で司祭につかんだ。観念、領土、俺たちの話をよく聞いておけ。二人とも突っ込むだけでは能がないぞ。いや、だから一緒にしないでくださいよ。よし、行くぞ。孫悟の治癒、この合肥にほとばしらせるのだ。警戒すべきは長領だけではない。学臣、李典ら歴戦の将の姿もある。彼らが連携すれば苦戦は必至。だが裏を返せば、連携させねば勝機が見える。策はすでに用意してある。私と呂宿の指示をよく聞いてくれ。では行くぞ。武門孫悟の名に恥じぬ戦をせよ。敵は我らの退路、正式を狙ってくるはず。我らは先にそちらの危機を除きます。
他の者は北と西を攻めてくれ。敵の目を少子教の別動隊からそらすのだ。おい、あんた頼むから足を引っ張るなよ。あんたの考えなしにはいつも迷惑してんだ。ちぐちぐちうるせえな。おめえこそ下手打ったりするんじゃねえぞ。敵はこちらの隙を狙うが伏せています。おそらくはあの拠点あたりだ。これ以上は持たぬかな。僕がここにいるとは。やはりここに住む少子教は落とさせんぞ。敵は合皮城の制圧。長領はひとまず置いておくか。見ているか、孫策殿。孫権殿は今大しく戦っておられる。ならば俺はこの戦の神明を閉じる。孫策殿の道を継ぐ若き虎の孫和となろう。来たるな、だがこの先へは行かせんぞ。金橋を上げられたか。カイドより指導を目指す。超軍兵武装参る。長領が南に出現しただと。このままでは太子寺が危ない。心配は無用、すでに手は打ってあります。我らはこのまま進軍を続けましょう。あの崖、奇襲には絶好の場所だな。これが敵なら、あの上に奇襲部隊を配置。この戦の何もかもお胸に預かり光栄です。しかしこれは軍師として当然だ。殿が描く天下のため力を尽くすのが我らの役目。お前たちがいれば心強い。この戦に勝利し孫武の天下を切り開くぞ。さあここまでだ。もうあんたらに勝ちではない。カムレ、あんたも頑張ってるじゃないか。その勢い誰にも止められますまい。俺も楽しませてもらうぜ。見事な戦ぶりだな、ケン。さあ、俺と策も共に勝てるとしよう。合皮城の門は固く閉ざされている様子。開けるには勝者が必要でしょうか。中央砦に工作兵を待機させてあります。羽根橋を用意、彼らを出動させましょう。
剣を中心に皆が守っている。立派な戦後の恐れだったのだ。ああ、だな、親父。次元のために頑張ろうぜ。何に敗れたのだ。教えてやろう、長領。我らには託されたものがある。父に、兄に先達に導かれ、それを超えるべくかけているからだ。孫悟三代の知恵、貴公のもとに結実したということか。ならば我が部はそれをも超えてみせる。今は貴公らの知勇をたたえよう。やろう、逃がすかよ。いい。この戦は終わった。焦らずとも、ヤスとはすぐに戦うこととなろう。お見事な勝利でした、殿。うん、知勇、お前たちの導きあっての勝利だ。それに兄上と父上も戻ってきてくれた。今日ほど伸びやかに戦えたことがあったろうか。周囲、兄上は一緒ではなかったの？孫策も直に合流するでしょう。それよりも殿、この勝利、孫権殿でも孫策でもない、殿の手によるもの。皆、殿のお言葉を待っているのです。皆、よく戦った。勝ち時をあげよう。この戦、我ら孫悟の
の勝利だ。蒙古は合皮に吠え、その勝利を天下に轟かせた。周瑜、ロシクら歴代の都督の英知、そして関寧、両党ら東照の武勇、それらが孫権のもと一つとなり魏軍を圧倒したのである。魏の首相張良らは合皮を捨て樹春へと交代。結果、孫吾の葬儀に対する戦線は大きく押し上げられた。またこの戦で孫権、孫策らが戦列に復帰、若き当主として奮戦する孫権を支え、大いにその武を振るった。今こそ天下二分を打ち破り、新たな時代へと進む時。孫吾の将兵すべてがたける、武門の血潮をたぎらせ吠える。虎は駆ける、ただひたすらに明日へと向かって。山中で曹操を破り大きく前進したとのことです。天下二分、いよいよ曹操を打つべき時が近づいてきましたな。ああ、劉備か、真の受ける限りにおいては頼もしい盟友だな。しかし、いつまでもそれでよいのでしょうか。孫吾が天下を制するにはいずれ視野を広く持て、よも。天下の姿は今までに描かれなかった形もあるはずだ。天下の姿、剣。おお、父上、兄上、ご回復何よりです。やったじゃねえか、お前の戦見せてもらったぜ。いえ、私などまだまだですが、これで私はまた兄上の元で戦うことができる。何言ってんだ、ケン。あとは頼むって言ったろ、忘れたのかよ。ですが兄上。さあケン、お前が描く孫吾の天下への道、俺たちに見せてくれ。